ども皆さん、おはようございます。おはようございます。それではですね、早速ですけれど発表しちゃいましょうね。発表しちゃいましょう。やっちゃいましょう。いきますよ。これは回す方向や、回す違う、これで起こす。はい、それではいきますよ。第26回漫画甲子園予選テーマを発表します。今年の予選テーマは、はい、二刀流まるまるファーストです。はい、さあ希望から選んでくださいよ。どっち向けてとか展開ゆえとか、もう一回言いましょうか。はい、もう一回言いましょうか。そっち向けで、どこから、どこから言いたい。返すとこからすみません、はい、お願いします。ひっくり返すと、この位置で出せばいい。これ難しいでしょ。こっからこういかんと。はい、わかりました。立ちましょうか。立った方がかっこいい。あ、そうしましょう。はい、そうやね、座ったままどっちがどうしよう。ここでどうしようって言う。あの、去ったとこからもう出していただけるとかっこいいかなと思います。去ったとこから、ここから、はい、え、あ、そんな別に練習することもないけど自由にやっていただいて。これ、スキル後で取らせてもらえますか。はい、はい、大丈夫です。じゃあ、これぞ。じゃあ、いきますよ。第26回漫画甲子園予選テーマを発表します。今年の予選テーマは二刀流まるまるファーストです。ちょっとそのままキープでお願いします。いいかな。はい、いいですか。はい、あの後で、まあ、あのカメラの方は写真をこうで撮ってもらったりと思います。はい、じゃ引き続きいきます。よいしょ。はい、こちらの2つのテーマからどちらか1つを選んで予選作品を作画いただきます。何者にもとらわれない高校生独自の自由な発想で1枚漫画を1チーム3人から5人で協力して制作してください。今年のですね、ポスターイラストは第6回大会に本戦出場された本大会 OG の月ヶ瀬ゆりの先生に描いていただきました。続いてスケジュールを説明します。本日より順次全国の高等学校など約5900校に大会案内を発送します。予選作品応募の締め切りは6月11日日曜日の当日消し印有効です。予選審査会は6月23日金曜日に高知県庁本庁舎成長ホールで行われ、ここで本選大会出場校が決定し、同日同会場にて記者発表を行います。本選大会は8月5日土曜日、6日日曜日に高知市文化プラザカルポートと広め市場で開催し、全国の高校ペン字の日本一が決定します。審査員の先生方をご紹介します。まず予選審査、本選大会で作品を審査していただくレギュラー審査員は牧野圭一先生、草刈木先生、ムー年平先生、日野本恵先生、久米博夫先生、岩上義弘先生です。そして本選大会ではこの6名の審査員の先生方に加え、人気漫画家をゲスト審査員としてご参加いただけるようただいま交渉していますのでご期待ください。スカウト出張編集部について、今年も大手出版社の編集部にスカウトマンの派遣、出張編集部の解説のご協力をいただきます。
前回大会では本戦出場生徒から22名がスカウトされました。今大会でも多くの高校生がスカウトされ、夢への第一歩となることを期待しています。出張編集部には高校生に限らず高校生に限らずどなたでも作品の持ち込みができますので、この機会にぜひ作品を会場へお持ちください。現時点での、3点編集部をご紹介します。小学館から小コミ、週刊少年サンデー月刊、講談社から週刊少年マガジン、別冊少年マガジン、秋田書店から週刊少年チャンピオン、別冊少年チャンピオン、チャンピオンタップ、角川から角川合同出張編集部、スクエアエニックスから月刊少年ガンガン、ガンガンオンライン、月刊ビッグガンガン、そしてコミックスマートからガンマ。今後本選大会までの間に参加いただける編集部をもっと増やせるよう努めます。今年も海外から予選作品を募集します。昨年は日本以外に韓国、台湾から予選作品を募集しました。今年はシンガポールからも募集を行います。海外の応募校については先ほどの審査員が国別で予選審査を行い、それぞれ1校が本選大会に選出されます。選出された3校はオープン参加となり、第1次競技のみに参加をいただきます。本選大会には日本30校、韓国、台湾、シンガポール各1校の計33校が出場することとなります。今年も予選へ応募いただいた学校に特典があります。まず1つ目の特典、株式会社ワコムからデジタル作品の制作支援のため、インティオスシリーズのペンタブレットが応募校の中から抽選で70校にプレゼントされます。そして2つ目の特典、株式会社セルシスからデジタル作画体験のため、クリップスタジオペイントデビュー、ペイントツールが応募校のうち希望された学校すべてに1校につき最大50校までプレゼントされます。最後に3つ目の特典、本選出場をの激励を込めて画材セットをプレゼントしますを飛ばします。本選出場を惜しくも逃した学校の中から株式会社 G2 が10校を選び、激励を込めて画材セットをプレゼントします。また今年の本選大会2日目には漫画に関するシンポジウムの開催を予定しており、こちらは漫画を学んだことが将来どのように生かされるのか、どのような進路につながるのかといったことに関しまして、パネルディスカッション形式で実施したいと考えております。その他本選大会出場者を対象に実施している高知県内の漫画関連施設ツアーを今大会においても引き続き本選大会翌日に実施予定です。また一層多くの高校生に漫画甲子園を知ってもらい、応募コースを増やすため今年も漫画甲子園 PR キャラバンを実施します。昨年応募のなかった滋賀県、石川県を訪問するとともに、もう一回言いましょうか。昨年応募のなかった滋賀県、石川県を訪問するとともに、近畿地方の高等学校文化連盟を訪問する予定です。そして漫画甲子園の PR のために台湾、シンガポールの学校の訪問も予定しています。また第25回大会のレポートブックを電子書籍化しました。去年の大会ですね。ぜひ多くの方にご覧いただき、漫画甲子園への理解を深めていただきたいと考えています。以上が今年の漫画甲子園の概要です。たくさんの応募お待ちしています。はい、それではここから質疑応答。質問のある方どうぞ。